ます、今日も皆さんにこの日本海、今ちょうど島根県の浜田、今日コンサートのライブをやるサルーキーのホームタウン、そこを今歩いております。今日この日本海の涼しい風を皆さんに送りたい。どうですか？風感じます？感じないですよね。またこの波の音は聞こえますか？この前バングラが撮ってくれたら、なんか携帯電話だと風の音とかで、音声が変わっちゃうので、今日まあバングラ少し頑張って調整しました。今日も常時編集日なので今歩いてません。元サルーキーのメンバーでドラム叩いてたスーとハニーが今一緒に歩いて、この番組の収録をこの背後で今聞いてくださっています。いや、皆さんの今日の一日もうスタートしましたけど、どうでしょうか？ハートのコンディション、あなたに送りたいバイブの言葉は詩編の中で、この日は主が設けられた日、故に私たちはこの日を喜び楽しもう。ここにも喜び楽しみという言葉が出てきますよね。やっぱり喜び楽しむっていうことって人生で大切だよっていうことですよね。食べたり飲んだりして一日のロープに幸せを見出すこと、これも神が与えた贈り物であることを、まあ、食べたり飲んだりすることもそうですけど、この自然を見て、ああ素敵だなと思うことも心の中に喜び、また人生生きてて良かったなって、その瞬間楽しんでますからね。ぜひ今日あなたの一日が喜びと楽しみに満ち溢れる、そういう一日になりますように。そしてその喜びと楽しみの源は言うまでもなく、イエス・キリスト魂のロッカー、あなたのために十字架の上で死んでおみらいくださった方、主を己の喜びとしなさい。そうすればあなたの心の内側から生ける水の泉が湧き出てきますよという聖書の箇所もありますけど、やはりジーザスは俺たちの魂をもてなしてくださる方です。我が魂を主を褒めたたえよ、私の地にある全てのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ、我が魂を主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。今バングラがしゃがんで下から俺を取ってくれてるから、俺下見なくちゃいけない。今バングラ立ち上がってますけど、まあ、身長は僕より低いんで、はい、ありがとうございます。バンちゃん、いろんな器用なことを通してこの映像が皆さんに届くように頑張ってくれてるんですけど、僕は下見たり上見たり、メッセージを中断して説明したりしながら今日このメッセージを送ってます。まあ主のよくしてくださったことを何一つ忘れなく、詩編の歌人は語ってるけど、ね、あなたの全ての咎を許し、あなたの全ての病を癒し、あなたの命は穴からあがない、あなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせ、あなたの一生良いもので満たされる、あなたはわしのように翼を買って高く飛び、ね、天を舞うことができるというね。まああなたを引き上げ、あなたを力づけ、あなたを癒し、あなたに平安を与え、生きている喜びを与えてくださる魂のロッカー、ジーザス、今日はあなたの心の中に来て働いてくださいます。まだ心で迎えていただけたら、ジーザス心に入ってください。そのように祈ってみるのも素晴らしいと思いますよ。そしてもうすでにこの存在知ってる方、ジーザスにあげながら、今日の一日が素敵な一日になりますので、 Have a good day。